はい、ということでドン。北海道は恵庭市にお邪魔しておりまして、カスタムカーショッププラチナムさんに60センチュリー、これね、あのフルバンパー、これ名前決まった？ヒカルさん、また決まってない？ヒカルスペシャル、カズサス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 です。メディオーサー、せーの、ぽい。ちょっとね、普段ね、ヒカルさん褒めないんだけど、読める。ハリソン君、わかんないでしょ、これ読めないでしょ、英語。おい、運転手、家まで送れん。僕もちょっとすごくないですか。アールホワイト、アルテオン、わかんない。真の60の方じゃ行ってみましょうか。はい、すいません、失礼します。あ、なん、突然告知始まってるし。はい、突然告知、はい、令和6年9月29日日曜日、札幌ツドームでカービレッジさん、カービレッジミーティング、カービレッジミーティングですね。うん、なのでぜひお越しください。かわいそうじゃん、こっちも言ってあげてよ。あ、そうですね、壁さんかわいそうじゃん。そうですね、ホットスプリングスさんも合同でやっておりますので、そうそう、はい、よろしくお願いします。去年は、去年までね、こっちはキムニーズミーティングだったんだけど、今回カービレッジ、はい、確かね、みんなが何でしたっけ、みんなが、車好きが集まる村のようななんちゃらかんちゃらだったはず。そう、あ、そう、そう、そう、それがこうビレッジだから。ビレッジって村でしょ。でね、バイク部門もあるらしい。はい、でこっちはね、オールジャンル。はい、でこれ去年ね、初めて北海道で開催されたホットスプリングス、はい、これ何って言ったら、ワークのアルミを履かせたカスタムカーだけこう出れるイベント。そうで、今回その合同でやるんだけど、ワークのそのね、アルミを履いたエントリーと、まあキムリさんの方のね、このカービレッジの方で出たいっていうエントリーと合同でやる。多分これかなり面白いイベントになると思います、はい、で僕らもそうだし、ユニバーサルとしてもそうだし、プラチナムさんももちろん出ますよね、ブースでね。僕ら両方ともいますんで、これは見れる、はい、カービレッジ見れます、イベントで、はい、見れるということなので、エントリーもね、まだまだ募集して、はい、あ、確かね、今月いっぱい30までかな、確か今月いっぱいまでがエントリー。当日もあるけど、当日は2000円高くなっちゃうから、ぜひね、事前エントリーで出てほしい。で僕らはアスカちゃんの20ソーラー持ってこうかな、ワークのアルミ、今年新しく履いてるからね。で、あともう一台は内緒、うん、あれか、そう、あれ、あれ、ということで、はい、ぜひ皆さん来てください。はい、じゃあ失礼いたします。違うか、なんかそう、これの中、これのさ、はい、もうさ、ハイブリッド、これエンジンかかってる？だってテレビついてるよ、エンジンかかってる。かかってます。すごいよ。あ、じゃあ前から行こうぜ、前から、前から見よう。じゃあ前から、じゃじゃん。このシルバーって元からですか？これステッカーだね、前。ほら、いきなりこれだもん、ほら、やっぱり今の車なのと、プッシュでハイブリッドなんでね、このね、プッシュボタンだけど、なんかいろいろ違うね。木目もなんかすごいかっこいいね。一色バーンじゃなくて、ナチュラルにこう色変わってる感じ。多分これ同じのないんじゃないです？天然ですか、これ？天然木目だから、多分これないですよね、同じ。多分同じもの持ってきてバンって並べても若干違うと思う。どうです、合ってる？よしよし。で、本革シート、すごいね。こういうのとかも多分全部貼り直したんだよ、これ全塗だから。え、すごいな。あ、これドア外さないで塗ったのか、こんなにうまくいくわけないな。あ、外してる、こっちから外してる、外
外して塗ってるけど、こっから外してるわ。ここは全部ヒンジはこれ見たら分かった。うん、すごいね。 ETC も入ってるもん。もう時代が ETC もちゃんとついてる車。これ乗ってもいいですか。いい、なんか運転席座ったら怒るらしいよ、噂によると。大さんによるとなんかみんな怒られるから乗らない方がいいぞって言ってなってんのに、お前ちょっと乗ってこいって言われて怒られるのに俺乗りそうだった。おー、全然違うっていうかめちゃくちゃふかふか。これ大地くん運転しやすかったでしょ。これめっちゃ運転しやすかった。すごいな。これなんか運転もちゃんと面白い車じゃないですか。の、あの乗せてもらう車だけど運転もちゃんと楽しい車だと思う。見てハリソン君、これテレビ、これ何インチだろう。9インチかな。9インチ、多分9インチぐらい。地デジでめちゃくちゃ映りいいし、すごいわ。なんかこういうところまで変わってあんまりない気がする。こことかすげえなー。これ何これ、いちいち、え、何これ、タッチライトなんだけど見て、ヘディソンくん、これこれたまたま触ってみたっけ、消えたもん。すごいんだけど、すげえ。これなんで、なんですかこれ。ここはスピーカー。え、ヘイトヨタです。ヘイトヨタ、マイクになってます。ヘイトヨタっていう言い方しないでしょ。え、じゃあここの部品もし何か取りたいとき部品屋さんに「ヘイトヨタください」って言えばいいんですか。マイク、マイクですよね。ヘイトヨタ、お呼びでしょうか、ご主人様。あのヘイタイジ君がヘイタイジ君が反応してくれたわ。すごいね、ハイブリッドだからめっちゃ静か、かっこいい。え、何なんでしょうか、あのトヨタってどこにもなくないですか。こっちも思ったんだけど、鍵一つもそうだし、なんかトヨタって書いてるもんがないですよ。全部センチュリー、もうセンチュリー。ほら鍵も見て、トヨタってどこにも書いてない。センチュリーのあれ書いてるだけ。すごくない？あれだもん、あのやっぱりハイブリッドっていうのもあるけど、サイドブレーキも電動だもん。ちなみに、はい、こっちは全部英語表記なんですけど、エアコンのパネルとか、うん、こっちは漢字とか日本語になってる。確かに、はい、確かに。なんで？残念ですって、社長が残念ですって。あ、日本語が良かったって、はい、そこはジャパンを出さないと。細けえ男だな。そこも違いの一つでした。まあ確かに、はい、確かにそうだね。ここ全部あの鉱石とか書いてあったんですもんね。はい、うーん、鉱石とか全石とか、あ、運転石とか書いてあったよね。いや俺これ普通に、これアルファード乗っててもそうだったけど、運転したい普通に。これはえ？はい、ということでじゃあ後ろ行ってみましょう。でね、これすごいよ、前席オートクロージャー、ほらちゃんと閉まってくれよね。これ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 、ヘイブリッド、ヘイブリッドセンツリー。このテールもさ、すごいよね、かっこいい、欧州車っぽい感じだよね。すげえな、これがフルバンパーでこのクオリティなんだからさ、すごい。でこれ、この薄っぺらいところにハイマウントもあってさ、
すごいな。はい、じゃあ見ていきましょうか。この取っ手あれだな、クラウンと一緒だな。はい、あかねさんどうされました？ちなみになんですけど、はいはい、ここのマークあるじゃないですか、お花っぽいマークです。このマークが、これちょちょ、ハリスポーツしてこれ映ってる、この中のさ、この多分シルバーのメッキっぽくなってる、この1センチぐらいの幅のところ、このお花ある、うん、日本らしいね、こう素敵なマークなんですけど、はい、こちらに、はい、センチュリーマイスターのあかねさんが今お、本当だ、すごい、ここにも隠れてるんです、中にこれこれじゃないの、忍者みたいな感じじゃない、忍者、これあとこのグリルの中かわいいですよね、ここにもいるんだ、普通にあるけど言われて本当だってなる感じ、はい、さりげなく日本の技術が詰まってますね。あ、でさっきねちょっと聞いたんだけど、これ見て、これこの、まあこっからさ、こういう風にエアロなんだけど、この部分ね、こっからこういう風に、本当はここもグリルのこのラインからストンっていってんだって。でこれもここ、こんなに延長されてるけど、本当はねここ面ぐらいでもうそのまま下ズドンなんだって。だからこの分、この分延長されて長く見えるというか、ちょっとこうビッグに見えるというかっていう風になってるんだって。それもこだわりの一つ、かっこいいよ。でこれさ、こうな、これは単純に車の作りの問題なんだけどさ、これすげえなと思って、これね、なんかの車ももうこういう風になってんだよな。あの普通今までってここまでなんだよ、ドアの内側、車体側のモールってここまでな、これしかついてない。でこれもついてんの、多分これ多分名前的なウェザーストリップだけど、多分締めた時のなんつうのバフっていう、なんつったらいいんだろうね、ウェザーストリップなんだけど、次何、この隙間センチュリーマイスターに水が入るように、こっち側に垂れないように、ここからヒューって流れるように隙間が空いてるんですか、うん、見てヘクソン君、これセダンってこういう作りしないよね。ね、水がかからない、あ、自分たちに、はあ、はあはあはあ、わかる？ヘリソン君、ちょっと上から水流して、雰囲気流してよ、雰囲気流してね、いい？行くよヘリソン君、あ、かかんなかった、はい、かかんなかったわ、水だってここにほら水あるから、ここでさ、まあ、普通の車だったらここでもうジャージャーだもん、シャンプーだもん、だけどここで水切ってくれるから、こう流れてくれるから、かかんないで出れたわ。こういう心遣いがやっぱ日本ですよね。ね、ヒカルさん、俺してヒカルさんに言われなかったら気づいた、これこれもそうじゃないの、これスピーカーのこれ、随所にこういうのもあるよ。わ、そうでした、わが、それでは失礼します。すげえ、これはすげえぞ、俺年収5000万ぐらいになった気するわ、ここ座った瞬間ね、ヒカルさん年収5000万ぐらい足りない、もっといいとこ、これ年収5000万ぐらいになった気するわ、なんかどこか、どこにしようかな、どっかの温泉旅館の、高級温泉旅館のめっちゃ高い一室に泊まってる感じね、ヒカルさん、とこれ見てハリソン、これ後ろのさ、さっきのところ分かる、さっきさボタンこう開けたらボタンついてたじゃない、これも違うから、これ、うん、タッチパネル画面だよ、すごいね、マジですごい、え、何これ、見た今、これで隠れるんだ、
すげえ。あ、要はガンってならないようにね。すげえよ。これも見て、この画面もめっちゃでかい。すげえ。お、一気にビデオからブルーレイに変わったもん。ビデオから、さっきビデオだったのにブルーレイに変わった。で、リモコンじゃない、タッチパネルになって、すっげえ。おお、これはね、なんだろう、偉い人が乗る車だわ。すげえ。え、これ何？これはこれでこうやって上がるんだ。あれ、センチュリーマイスターのあかねさん。はーい。これあの、はい、電池ケースだからテック2だから。あの、さっき、はい、あかねさんマッサージされてらっしゃいましたよね。はい、教えてください。そちらのリフレッシュ、リフレッシュというものをしていただいて、リフレッシュコースですね。リフレッシュコース。はい。おお。結構力強いのが。なんか出てきた。はい。すげえ、これね、多分あの目で見れるもんじゃないからさ、これあの今までのトヨタレクサスのさ、あのマッサージ機能ってドゥ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 って振動だったんだけど、このセンチュリー、あの玉ついてるマッサージチェア、わかる？ハリソン君、マッサージチェアってアメリカにもある？マッサージチェアある？こう玉グリ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 ってちゃんと上から下まで動いてる。すげえ。だからこんなに分厚いんだ、後部座席。すげえ、めちゃくちゃすげえ。なんか喋らなくなるわ、この車。ヒカルさん、あれ、ヒカルさんいなくなった？ヒカルさん、これ乗って帰っていいですか、今日。いい？買ってじゃあ、ヒカルさん、ちなみにこの車このまんまでくださいって言ったらいくらですか？え、要検討。多分何百万で買える感じじゃないね、これね。要検討だって。どう、ハリソン君、似合ってる？さっきの方が似合うかな。なんで？マサトの雰囲気がちょっと渋め、うん、それ大丈夫？一歩間違えたら悪口になるけど大丈夫そう？え、何、新しい車はダメなわけ？たまに綺麗したら、うん、このどうやって上がるんだろう、これ。シート、オートスライド、これどうやって戻すの？センチュリーマイスターのあかねさん。あー、はい。これどうやって戻すの？それも、パネルの方から、うん、え、うん、戻ってもらって、ね、うん、で、シート、今のシートの画面だよ、これ。あ、ですね。あ、それの左席ですね。左席押してもらって、オットマインド、オットマ、オットマで、こちらが自動で。見て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 、うわ、アイソク、はい、はい、やり直し、はい、アイソク、見て、ここの画面映して、これ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 映した？映した？ね、ここがあるでしょ、これ、これ、ここの画面閉めるよっていうやつ。はい、見て、こんなところまで。俺今手動で動かそうとしてたからね。すげえよ、センチュリー。すげえよ、トヨタさん。はい、トヨタさんすごいよ。通行人の人もびっくりしてた。すごい、すげえ、全部これでできるんだけど。でもさ、これ壊れたらめっちゃ高くつきそうって思っちゃう、この考えがもうダメじゃない？そうですね、センチュリーマイスターのあかねさん、ね、そうですね、壊れることなんて考えちゃダメですよね、はい、そんなことは考えたらダメですね、はい、すげえわ。素晴らしいということしか考えちゃダメです。いや、これはもういい経験させていただきました。
ピカル大先生ありがとうございます。はい、ということで新旧センチュリー2台ね撮影させていただきました。だいぶ貴重なね経験だったよリソンくんね、あんま見れないからセンチュリー。だってまあこっちはねだいぶなんだ見るねセンチュリーだけど、こっちはさもう現行車でさやっぱお金持ちがね乗る車じゃないそうだからやっぱこうなんだ見れる機会ないからこんなまじまじとさ、だからでましてや新旧で比べて見れるなんてもっとないから、すごいいい貴重な経験をさせていただきました。ということでプラチナムさん本当にどうもありがとうございました。本日はどうもありがとうございます。でね、こっちはさっきも言ったけど、この今ついてるねこの野郎がマスターなんで、これしか今まだね出来上がったものがないの。ただこれを元に今後、デリバリー開始をするためにね今後また準備で来年になるっていうことなんだけど、まあ、値段とかねそういったものもまだね、これからみたいなんだけどなんだけど来年にはね出るってことなんで、来年になったらもうちょっとねこう、はい、この現行センチュリー人口もね増えてると思うんで、これはね俺普通に欲しい、乗りたい普通に乗りたい、ほん後ろとか乗れなくていい、もう普通に運転したいでどやりたい。多分俺これ乗った瞬間いきなりこれ乗った瞬間俺肘ついてこうやって運転すると思ういきなりこれはどうやっていいやつだもん。だってねセンチュリーマイスターのあかねさん、はい、はい、でまたじゃあここに出してもらおう、ハリソン君。はい、プラチナムさん、このねヒカスペ50センチでヒカスペはもうすでにデリバリー開始しておりますので、気になる方はこのね、はい、プラチナムさんに電話してヒカスペ欲しいですって言ってください。ヒカスペぜひぜひ、そうヒカスペ欲しいですって言ってもらえれば通じますから、はい、はい、ということでよろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫です。拾う、ちなみに拾う終始なんかあれあれ何も持ってん、あれさっきのも拾う。ハリソン君どうする、ほっとく、ほっとく、ほっとく、拾う、いやいやいや入れて入れてはいはい、プラチアンさんね、はい、ここご夫婦ですから、ご夫婦ね、タイジ君有名な GS のオーナーさんですよね、有名でございます。はい、ということで、はい、本当ね今日は、光る大社長をはじめプラチナムさんのスタッフの皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回もチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。お願いします。くん出る？ここに。たじくんなんかそこで、うん、ヤンキー座りでもしてれば。黄色いタオル持って。あいいね。なんかなんともないふりしてさ、それで拭きながらなんともないふりして普通に俺らの前とか通って普通にこの辺でこうやってやってて、なんともないふりして、俺らも何にも気にしないで、うん、普通に喋るから。見えてないふりして、うん、はい。